皆さんこんにちは、オンファイヤーのあやです。最近教会の3つの柱について話しています。御言葉、聖霊様、そして神様にある家族共同体です。今日はこの3つの柱に支えられた集まり、エクレシアにおいてぜひ実践していただきたい御言葉の探求、聖書の読み方のツールを一つ紹介します。ディスカバリーバイブルという方法です。日本語では聖書の発見と言えるでしょうか。今後 DB と呼ぶようにしますね。私たちもこの方法でもう何年も小さな集まりの中で、また個人的にもこのツールを用いて聖書を読んでいます。ここでは聖書を勉強するのではなくて、柱の一つである御言葉、聖書の言葉を聖霊様の声に耳を傾け、促しに応答しながら家族また共同体のメンバーと支え合って、受け取った啓示を実践し、御言葉を読むだけではなく行うものとなるよう祈り合っています。神様の声を聞きたい、聖書を読んでもっと神様を知りたいと思う人なら誰とでも使えるツールです。私たちの集まりでは未信者の方もこの方法で聖書を読み、主に多くを語られています。この方法を用いて一人でデボーションの時を持つこともできますが、 2,3 人のグループで共に聖霊に耳を傾けて、互いの啓示をシェアし合い、励まし合うことも進めています。5人以上になると1回の分かち合いにとても時間がかかってしまいますので、4人ぐらいまでが一番だと思います。方法はとても簡単です。今日は簡単なビデオを作成しました。ぜひ参考にしてみてください。1回の集まりで 3,4 人であれば1時間もあれば十分です。集まって一緒にできれば一番いいのですが、遠く離れている人とも、最近はスカイプやフェイスタイムなどを用いてビデオで一緒に DB をしています。場所はどこでもできます。お家でもカフェでも学校でも職場でも、まずはゆっくりリラックスできる環境を整えましょう。まずはその日のリードをする人が聖書の一緒に読みたい箇所を選んできます。数節一括りのまとまりで選ぶと良いでしょう。今日はローマ書の12章1節から2節を選びました。 DB は3つのステップからなっています。まず1つ目のステップ、御言葉を読むことです。誰かが音読します。違う訳の聖書を持っている人がいれば、なるべくいろいろな訳を読んでみることをお勧めします。違う言語、例えば英語など、そのようなものが分かる人がいれば、その人にも言語で書かれている内容を説明してもらいましょう。次に今読んだ箇所をそのままノートに書き写します。人間は情報を取り入れる際になるべくたくさんの感覚を使えば使うほど受容能力が上がるそうです。なので読むだけではなく、聞いて次に書いてみます。漢字を書き写している間にふと奥義が見え隠れしたりすることもありますよ。そして質問や何が書いてあるかわからないことがあれば話し合いましょう。ここで注意したいのは、 DB では決して誰か一人が聖書の解釈を教えることをしない点です。新しいクリスチャン、またまだ信者になっていない人でも、心を開いて聖霊により頼むなら、必ず神様が語っておられることを受け取る、そういうことを実体験していただきたいからです。ただ聖書に対する知識が全くない方など、歴史的背景やユダヤ教のしきたりについてなど、必要に応じて知っている人が簡単にシェアするのはおすすめです。これは当時のユダヤ人に対して書かれた手紙ですよ。ここで言っている彼というのはイエス様を表しますよ、などといった感じです。信仰生活の長いベテランのクリスチャンの皆さん、
決してここで説教を始めないでくださいね。次に、今噛み砕いて一緒に読んだ御言葉を誰かに簡単に自分の言葉で要約してもらいます。ここにはこれこれこういうことが書いてありましたという感じですね。だいたい内容がつかめたら、ここでノートに線を引きます。ここで一つ目のステップが終わりです。二つ目のステップに移ります。ここからは今読んだ御言葉の解釈を受け取るステップです。聖霊様がそれぞれを導いてくださり、今日受け取るべき啓示を与え、私たちがそれを心開いて受け取ることができるように、お互いのためにお祈りをして期待して始めてください。黙って静かに目をつぶり、主の語りかけに耳を傾けてください。すべての感覚を研ぎ澄まし、聖霊様にチューニングを合わせてください。絵が見えるかもしれません。何か特別な言葉、印象がふと思い浮かぶかもしれません。体に何か感覚があるかもしれません。他の聖書の箇所を読むように神様が促されることもあります。全体から何か大きなテーマで語られることもあれば、ある一言から主が特別にあることを語られることもあります。心を開いて受け取りましょう。語られたことを二つ目の欄に書いていきます。そして全員が書き終わったら、受け取った内容を一つずつシェアしていきます。同じ箇所でも全く違うことを主が語られることがあります。また同じ箇所でも焦点を当てる場所が人によって全く違うことがあります。それぞれが受け取った啓示をシェアする中で、自分では気づかなかった内容が他の人を通して語られることがあります。共同体の中で御言葉を食べ合う醍醐味です。それらをシェアし、書き終わったらまた線を引きます。三つ目のステップは、今受け取った啓示に対してどのように私たちがそれに応答して人生に応用していくか、それを聞いていくステップです。また目をつぶり、今受け取った啓示についてどのように応答し、どのように御言葉を聞くだけでなく行うものになれるか、主に聞いていきましょう。自分の思いでこうこうせねばならないと言って課題を課しても長続きはしません。主は何を語られていますか。実際に行動に移せる内容を聞いていきましょう。本当に御言葉に従ったかどうか、後から測れるような具体的な方法を聞いてみましょう。例えば、もっと主に従うというような内容では、実際に何をどうすればいいか、また本当に従ったかどうか測るのが少し難しいですよね。でも主にどのように従うか聞いていく中で、毎晩寝る前の10分を聖書を読む時間にしようとか、子供を幼稚園に送っていく車の中で今週はあの賛美集の CD をかけて子供と一緒に賛美しようというのであれば、実際に従えたかどうかがよくわかりますよね。具体的に従える方法を主に聞いて決めていきましょう。それを書き込み、それぞれシェアします。シェアした後、お互いが本当に従えるようにそれぞれのために祈り合いましょう。辛い過去のある人がある人を許すことに導かれるかもしれません。一人では簡単にはできないことも、互いに心を割って痛みをシェアし合い、重荷を負い合うことはエクレシアの大切な一部です。最後に、今日学んだ内容をできれば誰か一人にシェアする相手を選びます。これも主に聞いてみましょう。せっかく受け取った恵みをご主人や会社の同僚、友人にでも簡単にシェアするように促しがあれば従いましょう。以上が
DB ディスカバリーバイブルというツールの簡単な説明です。では皆さんもぜひ実践してみてください。